新シリーズだそうですね。いや少しは突っ込んでよ、こっちが惨めだと思われるから。遡ること数日前。うぷぬし、ちょっと今時間いい？ダメだね。ふざけんじゃねえよ。そんでもって要件は何なんだ？いや、今日から新シリーズの撮影スタートするじゃん。うん、そんで今日の朝これが届いてたわけよ。うん、どういうことか説明してくれるかな？やべえ、そういやそんなのあったな。まあ、どんくらいの手だろう。霊夢、これには深いわけがあってたな。せめてもの情けだ、一撃で葬ってやろう。俺に気が良くわえようとしてる時だけアニメーション良くなるのなんなん。これはお前のことを思っての行動なんだ。私のことを思っての行動？おそらくこのままだとお前は何の面白みもない人生を歩むことになるだろう。俺は、そんなお前の日常に刺激を与えたかっただけなんだ。そうだったのか。わかってくれたのか。うぷぬしー。霊夢。てなわけで本当に働くことになった霊夢ちゃんです。いや冒頭の茶番の内容マジだったんかい。というわけでついに始動します。次何から始めるロボトム生活。それでは罪善さんの作用をバックに企画の説明を行います。だ、お前の犯した罪を言え。一生に一度のお願いを2回使いました。それは指定だわ。なんでだよ。ということで初めての人は初めまして、解説のゆっくり咲夜です。お早くの動きケンティです。それではやっていきましょう。この企画の最終目標としましては、観測状況の100達成、アレフの全員同時収容、全セフィラ暴走の抑制、最終的には50日目のノーデスクリアを目標としていきます。そしてこの企画の最も重要な要素である縛りについてですが、各動画のコメ欄から1つ採用していくという方針にしていきます。進行不可能になる縛り以外だったら何でもいいぜ。あのこれって誰かやってるような気がするんだが。気のせいだよ。ちなみに今回の縛りはこの視聴者さんが考えてくれました。本当にありがとうございます。というわけでこの日はここで終了です。私にね未来の言葉とかないんか。ない。ていうかうぷぬしこのゲーム半年くらいやってないからほとんどわからんくなってる。うっそだろい。その状態でなんでわざわざ攻略サイト禁止にしたのかがわからん。まあ完全に忘れてるわけではないんで頑張っていきたいですね。そして真ん中がバットリ君だったはずなので真ん中選びます。というわけで2日目やっていきましょうか。あ、ちなみに今日からマリサさんも参戦します。よしよし、ちゃんとバットリ君だったみたいですね。それじゃあ早速バットリ君の作用を。おい霊夢、大丈夫か？気がついてしまいました。このバットリ君はツイッターの青い鳥だったんですよ。ちょっと何言ってるかわかんない。つまりリストラされた青い鳥がバットリ君に転生したというわけですね。改めて聞いてもやっぱりわからんわ。ほら、羽のところと顔でしょ。いやこの青ちっちゃすぎるだろ。青ってレベルじゃねえぞい。今このゲームの実況してる人ってすごいと思うんですよ。よくそんなネタ切れにならないのか不思議ですよ。うぷぬしもエペの実況にすべきだったと後悔してるそうです。ちなみに前シーズンのランクはシルバー4。実況するのがこのゲームで本当に良かったよ。さて今日の新入りは誰かな。うっは何か中毒者が解体みたいで必勝。体にハートマークがたくさん書かれてますね。こいつ絶対プリチー族だろ。プリチー族はこんな場所来ねえよ。それではこの子の作業をどちらがするかじゃんけんで決めようと思います。なんかこいつ危険そうだから負けたくないぜ。こいつには絶対負けられない。どっちでもいいから早くしてください。てなわけでマリちゃんに買収されたので私が行くことになりました。いくらもらえたんですか？5円。お賽銭かな。どうも作業しに来た霊夢というものです。何か言ってもらえると助かるんですけど。二人のビジネスがあるんだけど聞いてくれないか？なにどういうこと？そいつは確か宇宙のかけらってやつだったはずです。そいつは気を与えようとして宇宙のどっかからやってきた生命体だよ。テラフォーマーズじゃん。こいつの正体は宇宙のかけらだったのか？うちの化粧品を友達とかに売ってそれを繰り返す健全な商売だよ。私の秘書はこの方法で無限に稼いだんだよ。君も疲労所得を得られるようになろうよ。こんな感じで体力と精神の両方にダメージを与える知識を使って攻撃をしてくるんだ。なんでその知識がネズミ講なんだよ。あいつに動作作用したらもうすぐで死ぬところだったよ。なんで生きてんだよ。なんで生きてんだよってなんだよ。ちなみに宇宙のかけらには抑圧作用が有効だそうですよ霊夢さん。なんだそれ、なら次からは抑圧作用を。そっか、こいつ禁止にしたんだった。霊夢、お前何するつもりだ。見てわからねえのか。夜逃げするんだよ。夜逃げがエコバック一つで完了してたまるかよ。だってこの縛りあったら簡単にクリアできないじゃん。縛りプレイってそういうもんなんだよ。一応宇宙のかけらは愛着作用でも大丈夫ですから。あならめちゃくちゃ余裕やんけ。この人手のひらクルックルですね。手首何回か捻挫してそう。ていうか誰だよ、たかがテスクラスに抑圧作用できないからって夜逃げしようとしてたやつ。全てお前のこと言ってるんだよな。オーケー、やり直そう。いや待て、別に作業行けばいいだけだろ。今いる職員でこいつの作業できるのは私とマリサだけなんだよね。だけどその二人は今他の収容室へ行ったばっかなんだよね。これでもうわかるでしょ。職員の距離的にも暴走の対処が絶望的な状況。果たしてゆっくりたちはこの状況を打開することができるのか。続いて欲しくないです。そんな悲しいこと言わないでくれよ。